はいどうも、リーダー06メントスコーラと名乗るものでございます。本日もね、DNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。いやー、今日の試合だったんですけどもね、オリックスに2連敗しまして、今日もね、雨があってね、試合があるのかなーっていう感じだったんですけども、まあ雨がね、降っている中、強行的な感じでね、試合を行いまして、まあ西武との、戦いだったんですけども、まあ先発がね、今永選手、エースの今永選手なのでどうかなーっていうのがあったんですけどもね、6対2ということでね、見事ね、負けてしまって、これでね、3連敗ということになりました。いやー、西武打線やっぱりね、恐ろしい打線ですね。まあその前にね、打線がね、やっぱりね、 DeNA 打線がね、全く打てないっていうのもあるんですけども、まあね、西武打線ね、恐ろしい打線ですね。改めて、実感しております。それではね、いつも通り、振り返りの方ですね、打線や投手リレーの方を見ていきます。まずはね、打線から見ていきましょう。こんな感じとなっております。今日はですね、2番にね、ソト選手を入れてきまして、2番と3番をね、ラミレス監督は逆に、してきましたね。そして6番に伊藤選手、7番に柴田選手、山田選手という打順にしてきました。1番の上里選手から順番に見ていきましょう。絶好調のね、上里選手なんですけども、今日はね、4打数の1安打という結果でした。2番のね、絶不調のソト選手だったんですけどもね、今日もね、4打数0安打ということで、ヒットがね、出ませんでした。ラミレス監督はこの2番という枠をね、まあ選手の不調な選手を入れる枠、復調に期待する枠、リハビリ的なね、感じので考えて2番に入れてるんですかね。宮崎選手もね、不調な時2番に上げて、そこからね、復調しましたので、この2番というポジションをどういう感じでラミレス監督はね、考えているのかっていうのがね、少しね、気になります。まあ、別に僕的には会議されてもいいんじゃないかなっていうのは思っていた、いましたし、2番にね、宮崎選手がハマっていたので、無理してそこまで変える必要なかったんじゃないかなっていうのは思ったんですけども、まあ、どういう感じでね、2番という枠を考えているのかっていうのね、少し気になります。で、3番が、宮崎選手が4打数の1安打。筒香選手ね、フォアボールこそ出たんですけどね、3打数の0安打でしたね。ロペス選手ね、昨日の動画で少しね、休ませてほしいって言ったんですけども、今日ね、試合に出まして、4打数の1安打でした。で、伊藤選手が2打数の0安打で、1個ね、犠牲フライを、打ち上げまして、1打点ですね。そして、柴田選手がフォアボールこそあったんですけども、2打数の0安打でヒットが出ませんでした。で、山田選手がね、2打数の0安打でした。そして、今永選手も2打数の0安打でした。今日ね、全体的にね、3安打しかね、打つことができませんでしたし、まあ、2得点入れたんですけども、その得点もね、相手ピッチャーの暴投と、まあね、伊藤選手の犠牲フライですので、タイムリーがね、もうホームランがね、出てね、まあ、実際的な得点はね、なかったですので、今日はね、少しね、まあね、厳しい言い方をしますと、打線がね、ちょっとお話にならなかったっていう感じですね。ここ最近ね、非常に打線はね、不振で苦しんでいますので、そもそもね、大きな一本な何かね、変わる起爆剤的なものがね、やっぱ欲しいですね。で、代打の方をね、次にね、見ていきたいなと思います。こんな感じとなっております。大和選手の代打に石川選手が出てきて 1-0、須田選手の代打で音坂選手が出てきて 1-0、守備交代は大和選手の代わりに柴田選手がショートに入りまして、代打で出てきた石川選手は柴田選手の代わりにセカンドに入りました。昨日からね、やっぱね、ずっとね、動画の中でね、僕も押しているんですけども、大和選手にね、やはりね、休養を与えてほしいっていうのはね、ずっと言っているんですけども、まあ途中でね、本当にね、代打を出すぐらいなのであれば、本当にね、最初から休養をさして、まあスタメンね、1日もう絶対出さないように、まあ1日完全休養という形でありた方がね、絶対効率もいいと思いますので、そちらにね、ぜひね、ラミレス監督、一日休養をね、与えてありたいんで、ありてほしいんですけどね、途中でね、大和選手を変えるぐらいであれば、まあそう思っているんですけどもね、明日はね、ぜひね、大和選手ね、休養をさせてありたいかな、ありてほしいかなと思います。はい、次にね、投手リレーの方を見ていきたいなと思います。こんな感じとなっております。今日はね、先発の今永選手がね、7回5失点という形でしたね。やはりね、西武打線、山賊打線ですね。非常に強力な打線であるんですけども、今日でね、連続QS もね、今永選手ね、止まってしまいましたし、非常に残念ですね。そしてね、7回にね、入った時点で、
まあね、7回3失点という結果でしたし、100球ね、今永選手、超えていましたので、もう6回、ね、投げ切った時にね、もう書いてあげてもね、良かったんじゃないかなっていうのは僕は感じました。ね、やっぱりね、今永選手をね、引っ張った意図としましては、まあね、中継ぎをね、使いたくないのかなっていうのは考えたんですけども、サードね、栗野選手、設楽選手とね、1イニングに2人ピッチャー使ってますし、まあね、どういう意図でね、やっぱりね、今永選手をもう1イニング生かしたのかなっていうのもね、少しね、疑問に感じましたね。ね、やっぱりね、毎回100球以上ね、今永選手投げていますので、今日あたりはね、もう100球、102球ですかね、そこら辺でね、終わってほしかったんですけども、やはりね、状態をね、今永選手の状態を見極めた上で、次にね、続投するかっていうね、いうようなね、判断をね、下してほしいですね。で、栗野選手は 0.2 回を投げて1失点。で、砂田選手はね、0.1 回を投げて無失点。砂田選手ね、やはりね、打たれていることがね、最近続いていますので、少しね、苦しいですね。で、今日はなんと言ってもね、19歳のね、若手の、期待のピッチャー、桜井選手がね、1回を投げて無失点、プロ初登板でね、最高のね、出来だったんじゃないですかね。2三振ですね。山川選手相手にもね、三振を奪いましたし、素晴らしいね、桜井選手、プロ初登板になったかなと思います。最高でしたね、桜井選手。今日はね、これでね、ポジっていこうかなと思っております。はい、今日はね、こんな感じで終わっていこうかなというのは思います。サムネにもね、書いているんですけども、DeNA 打線ね、まあ、DeNA というチームですね、先制された日はね、3勝26敗で、まあ、勝率1割を切っておりまして、今日もね、先制されて負けましたので、これでね、3勝27敗ということになりましたので、少しね、もう先制されたらね、もうほぼね、1割ということは負けるという状況ですので、さすがにこれはね、ちょっと良くないかなっていうのは思います。少しね、まあ打線ですよね、主に。まあなんとかしてほしいですね。はい、こんな感じで終わっていこうかなと思います。明日はね、負けたらね、非常にね、4連敗となってくると厳しいですので、明日はね、久しぶりの、伊藤選手の、復帰登板になりますので、ぜひね、頑張ってもらいたいかなと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いいたします。こんな感じでいつも撮っておりますので、またね、見てくれたら嬉しいです。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。